ランナー王座決定戦競争は1989年から1992年にかけて行われた協定の GII 競争の一つ。協定では主にハイドロプレーンといわれる船を使ってレースを行っているが、以前は船の底にステップがないランナーバウトといわれるボートを使った競争があった。このランナーバウトでの競争では特に雨が降った。 時などに安定した走行ができたほか、小回りのターンも行うことができるなどのメリットが多かった。一部の協定上では、1980年代終盤頃まで、ランナーバウトを使ったレースが存在していた。そのため、ランナーハイドロダブル優勝戦というレースを開催したり、一般競争でもた日に、数レースを、ランナーバウトによる競争を行った場合があった。 ランナー王座決定戦は、ランナー競争が行われる協定場で毎年開催されるランナーリーグ戦を開催し、その成績上位の選手が中心となって開催されたが、ランナーバウトを採用する協定場が減り続けたことや船券的な魅力がなくなりつつあったことも影響し、1992年に廃止された。現在の競艇場はべてハイドロプレーンによるレースと、 なっており、ランナーバウトのボートは完全に廃止された。ありがとうございます。